はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのは、こちら、ガシャポン仮面ライダー01カプセルラバーマスコットです。はい、毎年恒例の1回300円で異常に出来がいいこのシリーズも01の段が出ましたので、全9種類ということで、コンプすべく、 とりあえず20回ぐらい回しとこうと思ったんだけど、100円というか手元にお金が尽きてしまったので、15回かな回したところで終了って感じだったんだけど、これでさすがに一通りは揃ったんじゃないかなと。では開けていきましょう。今年もおそらく安定の出来だと思いますが、あーいいっすね。はい、まずは仮面ライダー01。そしてラインナップとしては、アルトに01にイ a これ絶対。 絶対欲しいっすよね。2、3個出ても大丈夫。で、フワさんにバルカン、ユアーにバルキリーに、あ、もうシャイニング系もいるわけね。シャイニングアサルトホッパーとアサルトウルフとりあえず絶対変身前系は、コンプしたい。はい、おーやった早速、イズ来たサイズどうさっきの同じヒロイン同士で、あ、イズめっちゃ可愛いじゃん。おっと。 つくよみと比べると、キャラデザーは変わってませんね。一旦全部開けよう。はい、バルカン。うん。かなりいい感じにばらけて出てるかな。はい、やいば言わ。はい、さらに、ああふわさんじゃなくて、バルカン、w、ダブリラバーマスコットも最近はコンプセットを買うことが多かったんだけど、 今回はもうパンパンのね。おーアサルト、シャイニング、シャイニングアサルト、ホッパーやったはいー !01、01。そしてさ、ガシャポン07は、あの、シャイニングホッパーがラインナップされてるやつ。見かけたんだけど、2回ほど。どっちもね、もう、空で。今回変わったラインナップだから、人気っすよね。おー来た、フワさんそっくりじゃないえ、そっくりじゃない あーでもちょっと待って、もうアサルトウルフ見えてる。おおこれでもう、あと、バルキリーが出たら、コンプじゃん。よや、ったあれコンプだよね。ちょっと待って、あちゃちゃちゃ、アルトがいないわ。アルトが出ないとか、それはきついな。大丈夫かなはい。おおバルキリーで、8種類じゃない ?1、2、3、4、5、6、7。ああ、もう8種類だあともう、アルトが出れば、コンプリートじゃん。あ、フワさんが見える。 え、これでさ、あると出なかったらやばいぞ。フワさんね。でも、思いのほか、綺麗にばらけてるな。ああ、サルトウルフ。シューティングウルフでしょイズとあるとあたりはバンバンダブってくれていいんだよ。おお危ねーはい、あると出ました、社長。危なえ、もう、今揃わない流れかと思った。これで15個目だ。 あ,あ、よかった。15回で、じゃあ,あ,あ、しっかりコンプしてたんですね。まあ、実際は、何回目でコンプしてたか、わかんないけど、あ、01、01が見える。あ、ということは、イズとか、ユアとか、割と、人物系、1個しか出なかったんだな。はい、01で、配置結果としてはこうで、改めて見ると、偏ってるような、ばらきてるようなというか、全体に不破さん出やすい 人物系がアルト1、フワさんが2、ユアが1、イズが1、変身号が01が3の、バルカンが3、ここ多いですね。で、アサルトウルフが2の、シャイニングアサルトが1の、バルキリーが1と。でもギリギリ揃った感じですね。去年の同じシリーズと比べるとこっち総合ですね。そうするとちょうどスケールバッチリ合ってますね。完璧だ。これでレイジネっぽいような、 ダブルヒーローが再現できますし、スチールもあっててキャラデズも変わってないのすごいいいですね。さらに、ライダー系は、あ、これも同じか。全く一緒だ。ちょっとあれなのか。2年前のビルドが、まあ、これちょっとプレバン版ですけど、サイズは変わりませんから、少し大きめなのか。いや、そうでもないのか。いや、そうでもないか。全部一緒か。 全部一緒だね。なので、スケールこれまでと全く変わってませんね。同じスケールとして一緒に持ち歩くことができます。じゃあ、人物系から見ようかな。はい、秘伝あると、このちょっと前髪がね、分かれてる部分だったりとか、赤パーカーに黒ジャケットに、イエローのスニーカーとか、配色完璧じゃない裏側はいつも通り何もありませんね。で、ボールチェーンが最初からついてて、 サイズも変わってませんから、今年のコレクションアイテムのプログラスキーと並べると、これくらいのサイズ感でございます。で、去年の相互と並べても、茶色い髪の毛なんかも差別化されてるわけですね。そして、ヒロインのイズちょっとこの地止めっぽい感じとかさ、めちゃ力中っぽさ出てますよね。 こうやって並べることで、バディの二人。本当放送前のイメージと違って、いずバリバリ戦闘中、アルトをサポートする感じだもんね。バディ式だと思わなかった。はい、かわいい。はい、かわいい。去年のヒロインのつくよみと比べるとこんな感じ。これも微妙に髪の色とか差別化されてるわけですね。 いつも通りここ段になってて立体感もあるんですよね。ラバーマスコット。そして、フワさん本当に似てる。劇中イメージまんま。ほなんてあるのか。髪の毛のこのなびき方とか完璧だな。エイムズスーツ着てて、エイムズショットライザーを持ってるような形で、刃ユア。これはスーツベースで、ジャケット着てますね。 今後もね、ザイヤの社員として戦うような形ですが、ツ遣いのやり方はちょっと気に入ってないっぽいので、どうなっていく形なのかな。でも、こことここ何気に仲いいっすよね。もっとお互いを利用し合う関係になるかと思った。そしてライダー系01ですね。01の特徴的なポーズ。これさ、結構真似してるちびっこ多いっすね。キャッチーなのかな。まあ、去年のジオポーズって、力中だとね、全然やってなかったから、あの、シャってやるこの、 ゼロワンのポーズはわかりやすくていいですよね。さすがなわさん。そして、アルトと比べるとちょうどスケール同じぐらいだし、去年のライダー系と、ちょっと需要がありましたから比べるとスケールバッチリ合ってますね。完璧だ。これでダブル、レイジェネ的なダブルヒーローライダーを並べることもできます。すごいいい。 2に2号ライダーのバルカンシューティングウルフで色綺麗ですよね立体感も完璧だなで1号2号ライダーでちゃんとライダーごとにポーズが全然違うのがいいしこれで変身前と変身後一緒に並び立つことも OK でバルキリーだいぶ細身なスラッとした女性体型ですね これも素晴らしい。そういえば、つくよみの仮面ライダーマスコットとかはもちろんタイミング的には発売してないよね。はい、これで変身前と変身後。で、さらにパワーアップ。アサルト系がね、早くもフォローされて、シャイニングアサルトホッパーとアサルトウルフ。これやっぱ情報量多いというか、線多めですね。それでもうまくさ、すべてを表現してるわけじゃないのに、 このキャラクターデザインは秀逸だな、毎回。はい、パワーアップ前とパワーアップ後。まあ、でも、ウルフよりゴリラのイメージの方が強いですけどね。さらに、シャイニングアサルトホッパー。パワーアップ前の01と比べると、これもかなり変わっております。やっぱ商品化っていうと、シャイニングホッパーよりシャイニングアサルトの方が恵まれてる感じですね。そして、 ユアもいるってことで、1235ライダー同時変身的なこともできるし、スペック的にそろそろユアもパワーアップなのかなはい、パワーアップ後の二人だったりとか、ダブルヒロインズで持ち歩くみたいなこととか、おっと、落ちゃった。 主要メンバー系の変身前。まあ、いずは変身しませんけど、ずらっと並べると、こんな感じで。いや、これは、今回見事に全部コンプしてよかった。20回ぐらい回さないと、まあ、ガシャポンってランダムだから、全9種類は厳しいかなと思ったけど、15回で僕は、コンプリートすることができましたね。ということで、先週末ぐらいから01のカプセルラバーマスコット、1回300円で、ガシャポンステーションで発売しておりますので、なくなる前に買いに行った方がいいと思います。ただ僕の体感的には、 ゼロワンと不破さん関連がなんか出やすいのかなっていう風に感じましたね。以上、ガシャポンカミナリ01カプセルラバーマスコットの紹介でした。